ていた、その後2枚引いて4枚使い切りの上がりです、はい、さあ風林火山秋がリードを取ってトンの2曲です。秋の親番ドラは3ピンダブとアンコ白統一これはポンですね。いくらなんでもダブトン白7700あるんで、はい、秋がすごいハイパーになってる。今度は総数が5連続系、竹津は満世メンツがあります。ドラの3ピン1枚、そして大井の手がかなり厳しい。欲しいですね、これ。9種あるんじゃないですか。国士無双19自敗全種類集められるか、はい、秋は2面を残していきます。まあ、白は泣くけど他は泣かないっていうバランスだと思いますね。秋選手は悪くはなさそうですが、自敗を残しながらの進行にしています。はい、悪くはないけど、やはりEピンとか急走って使い価値が低いんで、うん、守備的にと。秋選手また進みましたね。はい、もう白泣かないですね。泣かないですか。白は、ね、もう泣かないですね。オーイが1枚持ってました、うん、そしてオーイはね、秋が3枚持ってる、トーンを持っているのはちょっと希望持てるんじゃないですか。希望持てるんですけど、こっちこれですからねそもそも3色までついちゃう、はい、かもしれない老朽層待ちです。手応えありすぎじゃないですか。もうツモが淀みなかったのと、捨て牌ももう真ん中しか切ってないんで分からないですね、周りからしたら。ヒント少ない。いやでもなんか不気味な捨て牌も見える。これは対応する側苦労しそうですね、はい、ただ両層が一応2枚目が手から切ってきたんで、はい、なんかチートイツではなさそうっていうヒントはかろうじてありますね。なるほど。酷使進みましたけど、いや無理っすね。無理無理無理、本当に無理ゲー。まあ言いそうぐらい切るかもしれないですね。一旦他の1球児牌引き戻せば OK ですからね、はい、さあ秋のロー球層ですけれども、高めのロー層2枚、安めの球層も2枚山に残っています。いいですね、十分ある。十分です。いや大井選手、まあ、次になんとペイと急走が欲しいんですけど、はい、引いたらいくと思うんですよ。ここで赤嘘、あ、もう終わりです。言いそうです。これはもうやめろのサインですか。やめろのサイン。両ピンとパーワンと嘘をまず3つ全部通った上に、はい、自分は何ペイ急走あたり引かなきゃいけないんで、修羅の道ですね。それはもうちょっと勝負になってないですよね。はい、大井は国士無双を諦めて守備に回ります。はい、さあ今度持ってきた両層は秋の現物通る牌です。両層と3ピンしか通ってないんで安全牌ないんで一旦初切っていくか。いやドラ切りだと、はい、安全な方向を選んだ近藤です。いやちょっとこれはもう親の秋が圧倒的有利に見えます。まあ、圧倒的有利ですね。追いつけそうな人いないですものねだって、まあ、竹田選手がここでここでおー来た、これはペイだ。レッツゴー、レッツゴーサイン出ました。こっちの赤はレッツゴーなんですね、はい、これはもういいの引きましたね。最高の引きましたね。こっちの赤ウスはねストップのサインでしたけれども、滝沢が追いつけ追い越せとできるのか。滝沢選手はここ上がったら、ね、はい、ローキュース浮いてないんで、浮いてない、持ってない、来てる来てる来てる、これ行くでしょう。はい、パーソー通ってないけど行きます。イーシャンテンまでこぎつけた。急走1枚ここに行きました。減った。でもまだ高めが2枚残ってる。来ますよ滝沢選手がね。そうですね、一気にこの数順で見違えました。数ピンはいらないかな。中筋で通りそう。 E1 が現物ですね。でも3ワンが3枚自分から見えてるんでサブロンが弱いんですよね。なるほど、そこの両面を固定するのは上がりづらくなりそうということですね、はい、数ピンこれだとウーワン最後勝負になるんですけど、それはもう十分価値があると。自分の上がりやすさっていうことですね、はい、その価値はパーピンが良さそうなんで。しかもドラーが持ってます、打点もある、ね、リャンウーパーピンスーチーソーのイーシャンテン。これ E1 切って単4もついて、単4もつくで、いいですね、勝負する範囲が数万中筋の範囲になりました、はい、相当いいですねこれ。パーピンとかチーしますね多分出たら。チーすると単4ドラー赤だけど泣かない、泣かない、全然見向きもしない。今日滝沢選手試合前コメントいただいたところ、ええ、焦らずにしっかり打つと。焦りないですね。両ピン3枚見えてて、うん、パーピン1枚切れて、これはもうチーだ、さすがに無理です。え、あれ出ない。パーピンは現物ですね、秋のリーチの。いや無理じゃない、スッとツモ山に手を伸ばした。
無理じゃない、無理じゃないとこの表情を物語ってますよ。すごいですね。渋川くん大丈夫、まだ無理じゃないって言ってます、まあ、確かにこれはもうリャオパーピン全部現物なんで、まだ焦らずとも出そうではある。出そうではありますが、老朽層も残ってますよ、秋の上がり牌、はい、まだまだ無理じゃないんですね。これ嘘ですね、中筋なんで確実に通る牌は、いや、嘘じゃないですか。嘘、中筋、老朽層は無筋。ただ246からの握りリーチを警戒してるけど、さすがにね、ここで老朽層、秋の高めは1枚さらに減りました、うん、老朽層は老朽層と旧層、山に1枚ずつまで減っています。秋選手はこれ積もれないとちょっと感触悪いし、なんなら滝沢選手にテンパイって言われたらもっと悪いですね。もう来ないで来ないでってなりますよねこれ、うん、ただ滝沢は面前に切り開こうとしている、うん、一応滝沢選手そんなに押してるようには見えないと思うんで、パーソーだけいってるんですけど、それ以降は、ああ、青井選手ツモがすごすぎる。まっすぐいっていたら張ってますねっていうことですね、これ。なんで、なんでも、何、4枚切れてますね。そっか。さあ、滝沢ここで両万本してテンパイを取りに行きます。はい、でリャンウーパーピン待ちです。スルーしてスルーし続けたリャンウーパーピン、ことごとくスルーしたけれども、そこの街が残りました、はい、タンヤオドラーカ3900の転廃です。しっかり山にありますね。ある、はい、でも老朽層もある。老朽層もある。旧層はパーソー3枚切れてるんでいっちゃいそうですね。あれ、赤と変わってウーマンプッシュ満貫になりました。滝沢リャンピン1枚、ウーピン2枚、パーピン1枚、めちゃくちゃいるじゃないですか、はい、残り2巡です。秋としても滝沢の攻めはもうしっかりと捉えています。やっぱり滝沢さん、リャンパーピンはまだあるんだというスルーが、これを生みましたね。しっかり読み切って2004戦です。タンヤオ赤赤ドラ、焦らない姿勢がこの打点、そして上がりを呼びました、はい、目の前でどんどん切られていっても、いやいや、リャンパーピンは大丈夫だからと、うん、見てなさいと言って見ての通りの結果になりましたね。見ました。2004戦、これで滝沢トップ目に、ファイトクラブ今年初のトップを持ち帰ることができるか。さあ、トンの3曲です。いかがでしたでしょうか。この動画を楽しんでいただけましたら、高評価、チャンネル登録をお願いいたします。またこの曲が見たい等のリクエストもお待ちしております。それではまた次の動画でお会いしましょう。